こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週日曜日放送のドラマ真犯人フラグ特別編の考察動画です。過去にもたくさん動画をアップしていますので、考察が気になるという方はチャンネル登録していただいてチェックしてみてください。今回は真犯人フラグ特別編の演出、新たに加わったシーン、第1部の気になるポイントについて考察していこうと思いますので、最後までお付き合いください。真犯人フラグ特別編の演出、脚本は川光沙和子さん、監督演出が小室直子さんということで、割と女性らしい切り口だったと思いました。そして VFX 諸星勇さんと会ったので、アツト君が見た光景は実際の光景というよりも作られた映像という意味合いが高いのかなと思いました。1話から10話すべてに医療監修が入っていたので、10話でアツト君が瀕死の状態から生還し、あのセリフを言う流れだったんだと思いました。つまり10話でアツト君がパパがママを殺したと言ったのは、脅されたから言ったのではなく、フェイク映像により洗脳された挙句危険な状態で行われ、心停止から蘇生しパパがママを殺したとなるような第一部終了場面に制作者側がしたのかなと思いました。新たに加わったシーン、エリンギサンタダイブごっこに失敗したキヨ君をアツト君が肺死亡と言ってからかっている描写が追加されていました。これでアツト君がキヨ君をいじめていたという証拠になるのではないでしょうか。過去の動画で何回か日頃からいじめられているキヨ君が仕返しをするためにアツト君の GPS を盗んでベンチの下に隠し、ユニフォームの切れ端をロッカーに置いたのではと考察してきました。山田が17時30分頃サッカー教室で見かけたのはキヨ君、凌介に篤斗君がいなくなったと言われたので、智子に好意を持っていた山田が口裏を合わせただけだと思っています。獅子田智子については怪しいご近所さんということで紹介されていました。ママ友の嫉妬はよく事件化する、母親は子供のためなら何でもする、智子は清くんのいたずらを表沙汰にしたくないだけのミスリードだと思っています。真犯人側は清くんを脅していました。合鍵を交換していたというのが本当なら、真帆は菱田家の合鍵を持っていることになります。真犯人はいつでも菱田家に入れるということなのではないでしょうか。最近になって清くんが脅され始めたのは、凌介の隣人に怪しい菱田智子がいると分かったからなのではないでしょうか。智子は真相編でも犯人側に脅されて凌介に何かしそうです。私はドラレコに映っていた女性はやはり真帆だったのではと思っています。真帆は身の危険を感じていたからアツト君の手をつないでいたのではないでしょうか。そしてアツト君を実際に誘拐したのはバタコだったのではないでしょうか。プロビンチャンネルのおさらい、赤池さんがお気に入りの陰謀論、ウォンヌムがローファーのことをネットにアップしたのが10月29日、プロビンが懺悔の旅路をネットにアップしたのも2021年10月29日です。プロビンがカメヤンキュービンのマークから職場を特定するところまでならやると思いますが、大学時代の友達が来たというネットにアップされた写真を見ただけで凌介の大学を特定し、さらに文芸サークルという地味な部活を割り出した上で文芸サークル誌をフリマアプリなどで自ら購入したとはちょっと考えにくいです。またプロビンは太田黒が提供してくれた情報や写真をネタにして陰謀論動画を作っていました。凌介は部屋が狭いから書斎代わりとしてハコハコカーニバルを借りていたわけです。真帆はサッカー部だったので特にサークル誌に思い入れなどなく、大学時代のサークル誌などはハコハコカーニバルに保存していたのではないでしょうか。1話でサークル誌の話題になった時、凌介はあると言っていましたが、昨日は今度読もうよとだけ言っていました。1話で河村は25年後のサークル誌のことでと凌介に電話していました。第1部のキーアイテムの一つにサークル誌柿つばたがあるのではないでしょうか。日野は凌介の蓋が開いたままのバッグをずっと持っていました。この時レンタルルームの鍵を盗んだのかなと思っています。ゴーラのような知り合いがいれば簡単に合鍵なども作れそうです。その合鍵を元木に渡せば、元木はハコハコカーニバルから凌介の椅子を運び出すことも可能だったのではないでしょうか。
第1部で私がずっと日野を疑っていたのは、ハコハコカーニバルの鍵を盗めそうだったからです。久住の証言。2010年の同窓会でのことは林が仕組んだことのようで、全くのクズ野郎でした。真帆と林はそれが一度きりで、2020年の夏に再会するまで何もなかったようです。なので2010年の同窓会で林を盗撮しゆすりのネタとしたとは考えにくいので、やはり真帆の狙って誰かが盗撮したのかなと思いました。闇に潜むグループ。元木はお経女として紹介されていて、凌介に怪しげな戒名をつけていました。がっつり真犯人と共犯の可能性が高そうですが、恨み屋という家業をしているのかもしれません。新興宗教団体輝きの世界、バタコに戒めるような発言をしていたので、教祖様は怪しい人物だとは思いませんが、信者の中にはまだバタコのように影を断ち切っていないような人もいるのではないでしょうか。結局真犯人は凌介ではないわけだから、瑞穂、一星、日野が炊飯器旦那陰謀説過激派ご一行様に凌介のことをいい人だと説明するのは当然だと思いました。日野の最後のセリフ、やっぱり凌介が真犯人なんてありえない。それなのに篤斗くんがパパがママを殺したとつなげるためのセリフなのかなと思いました。脚本家も監督も女性なので、ちょっと違ったテイストに仕上げたといった感じです。真相編ではかなり人が殺されそうなので、真犯人が利用してきた人が消されていくのかなと思っています。さて皆さんは、プロビンがサークル誌をゲットした方法はフリマアプリで購入したとか、他の文芸サークル仲間が提供したと思いましたか？それとも川村か日野が提供したと思いますか？コメントで教えてください。チャンネル登録していただくと、この動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。